その活動の中ですごい今日僕と聞きたかったのが、うん、僕そのやっぱメタルとかハードコアみたいなそういう音楽を僕も好きでやってるわけなんですけども、やっぱそういうのってどうしても本場ってやっぱ欧米になるっちゃうじゃないですか。海外でこうライブしてみたいっていうのがすごくあるんですよ僕、うん、で京さんはもう数々のやっぱ海外で活動もされてきたわけじゃないですか、フェスだったりとか、当時日本からそうやってどんどん海外行って人たちってどうだったんですか、その当時の感じって。多分、はい、いたはいたんだよね。それでメタルの人たちは結構海外でやっぱり影響力を与えてたりとか、まあ、それこそラードネスとかはすごいですね、世界中ツアーだっただろうし、あとバウアウとか、はい、聞いた話だけど、はい、暴力混戦芸者っていうバンド、はいはい、バンド、はい、ノイズ系なのかな、はい、とかはドイツですごい人気だったり、はい、とか、それこそもっと前に言ったら、はい、ハードコアは、うん、結構海外でやっぱ人気だった、うんだと思うんだよね、うん、そういうハードコア、はい、自分もいつかその海外でやってみたいっていうのはあったんだけど、うん、自然とこうやってきてる、まあ、PV なのか音源なのか、はい、なんか気に入ってくれる人が海外に行って、うんうんうん、そういうだからイベントにプリングしてもらって行くみたいな。最初海外の時どんな感覚でした？オーディエンスみんな外人なわけじゃないですか、うん、それがびっくりしたんだよね、こんな知ってる人いたんだ、あ、こんなお客さんが来るんだみたいな、うん、日本語の歌詞も結構多い、それをなんか一生懸命歌おうとしてる人がいたりとか、なんか嬉しいよね、感動ですよね、うん、なんかこうやってきたことがまたそういう世界にも広がってるっていう、目の前で見れるわけですもんね、それはすごい達成感も。だって自分別にそんな英語あのペラペラ喋れるわけじゃないんだけど、英語の発音もそんなすごいいいわけじゃないんだろうけど、なんかそれをまた逆に面白がってくれる部分もあって、音として聞いてくれてるのかな、アジアの方とかは全然、はい、行けてないんで、はいはいはい、最近ほらそっち行くバンド、うん、多いですね、そうですね、はい、デスメタル系とか、あ、最近そうですね、インドネシア、インドネシアとかシンガポールとか、シンガポールとか強いっすよね、ね、なんか小さい子からもうデスメタル教育されてる、うん、そうそう、だいぶすごいっすよね、と若いバンドも今本当すぐあのインドネシアとか行って、そうそうそう、やってたりするん で、 で向こうにもそういうバンドいっぱいいるんでしょう、そうですね、インドネシアヤサットってバンドいて、それがまあ王様みたいな感じで、うん、頂点で、多分それがすごいやっぱカリスマ性があって、あ、そうなんで、ガーって下にこう続いててっていうイメージですね。お客さんもすげえ来るし、やっぱ人口が多いから、あ、それもあるんですよね、単純に単純に、だからデスメタルやってもフェスみたいになるみたいな、ちょっと羨ましいだと思いますけど、日本じゃなし得ない、そしたらインドとかで、ね、中国とか人口が多い国でそういう音楽が流行ったら面白いね、うん、そうっすよね、確かに確かに、好きな音楽もね、どんどん変わっていくっていうよりはやっぱり昔好きだったものが未だに好きだし、特に 80s とか 90s、はいはい、その20年間に凝縮されてて俺が好きな、なるほど、簡単に言うと、はい、ディスコ時代だったわけですよ、はいはい、あの高校ぐらいまで、あ、バブルってやつですけど、バブルだったのかな、まあ、自分は経験したことないんだけど、はい、バブルが一回壊れ、当時のパンクみたいなノリで、はい、ヒップホップムーブメントがやっぱ出てくるわけです、はいはい、国内で、いや全世界で、うんうん、もちろんビースティとかが、ね、はいはい、最初のパンクバンドだったのが、うん、どんどんこうヒップホップになっていく、あ、はい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 、流れが、あ、そういう大きな流れなんですね、うん、はい、そういう時代でもあったから、はいはいはい、ちょうどこう90年代、はいはいはい、だんだんこういろんな音楽クロスオーバーするようになって、はいはい、例えばメタルとラップが混ざるとか、そういうやっぱいろんなクロスオーバーが世界中に生まれ、はい、どんどん面白くなって、まあ、ヘビーな音楽増えていったし、90年代やっぱいろんなカルチャーが混ざってきたんだよね、その90年代入ってね、はいはい、だから多分90年代って面白かったんだと思うんだけど、うん、いろんなバンドが、まあ、ある意味自分たちのスタイルを壊してこことくっついてやるみたいな、こう、でまた新しいものを生み出す、本当クラッシュ&ビルドのやっぱ時代で、まあ、クラブミュージックもどんどん、それこそドラムベースとかも、あ、はいはいはい、どんどんこうね主流になってきて、そういう DJ の人もどんどん増えていったし、その前みたいな、だからそういうことでやっぱ機材がねどんどん変わってきたっていうのもある、昔はだからスクラッチとか例えばレコードでやってたのとか、はい、うん、CDJ でできちゃうとかね、はい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 、だからそれどんどん機材が進化してで、はい、音楽ソフトも作りやすくなってきて、うん、音ネタをどんどんこう拾いやすくなってきて、はいはいはい、音で遊ぶ文化になってきた、うん、いろんなその時代の変化も多分あったと思った、うん、それと同時にその、はい、作る曲も、はい、あ、こういう音入れたら面白いんじゃないか、はいはい、まあ、それ全的にはやっぱり基本さんの中でも、うんうん、まあ、そういうデジタルなものとか、うんうんうん、そういうものがどんどんミックスされてってっていう流れなんです、そうだね、あとシンセとかも、はい、
昔はこのジュノーとかね、こんなでっかくて重かったものが今、はいはい、こんなコンパクトでね、はいはい、昔のアナログの音が出せるとか、はいはい、手に取りやすくなったっていうかね、うん、値段もほら昔は何十万したものがさ、はいはいはい、何万円で買えるようになって、はいはい、より制作しやすくなったんだろうね、はい、まあ、でもそれと同時にだから、はい、そういうのが好きな人は好きなんだけど、やっぱデジタルだけどそのアナログっぽさを求める、うん、追求する人もいるし、うんうん、今になってそういうのがまた求められてみたいな、うん、いうとこもあるんですかね。でこれから先どういう風に、うん、変わっていくのかちょっと分かんないけど、うん、なんかその当時例えばカセットテープだったり、はいはい、まあ、アナログ版だったりね、はいはいはい、そういうものとして大事にしてた時代、戻っていったらいいなって感じ、うん、最近なんかあのレコード屋さんとかすごい逆に増えてるっていうか、コレクターが今すごい増えてて、ちょっと時代がまた戻ってきてるっていう感じは最近感じるなって、そう僕自身も思ってるんですけど、音って目に見えないものだからこそ形として残したいみたいな、作り手側のエゴかもしれないけど、うん、自分の作品、うん、できたらデータだけで終わらせたくない、うん、そうですよね、それにはすごい分かります、ね、楽で終わらせたくないんですね、そうですね、うん、やっぱこう形してこう物として残しておきたいな、うん、そういう人も多分増えてる気がする、うん、一時よりも、そうですね、本当一回ガーってこうデジタルストリームになりましたけど、うんうんうん、最初はさ、それが面白い、うん、そうですね、みんななって、うん、だんだんその普通に当たり前になってきて、なってきて、うん、なんかそれだけではつまんない、そうですね、今まさにそのフェーズなんじゃないかなって思ってるんですよ、うん、やっぱどんどんみんな回転も速くなって、そうですね、それこそさっきおっしゃっていた、うん、技術の進歩がかなりのところまで来てるっていうふうに言えるかもしれないですね、まあ、もうある程度行き着くところまで行っちゃってるから、うんうん、ここから先、はい、なんかそれはそれで当たり前になっちゃってまたつまんなくなるから、うん、だから最近あのアコースティックとかでなんか生音、うん、これまたちょっと好きになってきて、はいはい、一時はもういやーってもう歪んだもの好きだったけど、うん、いろんな要素を、はいはいはい、取り混ぜていこうかなと、うん、こうだんだんなんていうかな、ちょっと変態的な音が好きになっていったりとか、はいはいはい、リズムが面白かったり、はいはいはい、今 TCL やられてるじゃないですか、はい、TCL も、まあ、すげえハードなサウンドですけど、結構変則的な、そうだね、彼のあのベースのピースがやっぱり元々ジャズマンなんで、はい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 、普通の4拍子とか8拍子じゃない、うん、面白い、はい、ベースラインだとか、うん、そういうのが持ってくるんで、はい、うん、やっぱそこからこうね、うん、歌もちょっと面白い乗せ方しようとか、はいはいはい、まあ、乗りやすいっていうよりは逆に乗りづらいけどなんか変態的なサウンドが面白いなって、その楽曲に関しては80年代90年代自分が本当にシンプルに好きだったものとかをもう一回なんか自分の中で消化して、まあ、プラス自分の今の自分のテイストだったり、完全にないものっていうよりはありそうでないものを作りたい、だから取っかかりやすい、うん、部分もありつつ、うん、あでもこれなんかちょっと新鮮かもみたいな、はいはい、あと懐かしさ、あ、はいはい、なんかいろんな要素が入ってるものを作りたくて、はいはいはい、まあ、それが一番なんか自分らしいのかなっていう、サビとかすごいキャッチー、ね、そうだね、キャッチーなものもやっぱり大好きなんで、はい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 、本当に京野さんのやりたかったことが好きだったものが積み込まれてるっていう、ざっくり言うとそういうことだよね、きっとね、はいはい、それがまあね、人にどう伝わるかはちょっと分からないんだけど、うん、俺らしさをもうフルでこう、はいはい、出していきたい、しかも今回はあのアルバムをまだされてって言ったところと思うんですけども、うん、まあ、豪華なあの、うん、ゲストサポート陣、はいはいはい、もういらっしゃって、うんうん、フックにある曲にはあのマンウィズの東京田中さん、東京田中ライジゼッシーさんとか、シムの真央さん参加されてて、そう、一曲一曲それぞれのテイスト、はい、違う曲をそれぞれの彼らの違う声でミックスさせたらどうなるんだみたいな、はい、そこから始まって、はい、単純に自分の声だけのアルバムだと飽きちゃうのかなとか、あ思いながら、うん、思いついたことを、うん、全部やろうみたいな、すごいですよね、そこでやっぱり京野さん の, そのカリスマ性だったり、まあ、人望ってところで、うん、もうみんなが憧れるし、みんなが京野さんでやりたいってところでやっぱこうやってつながってきてるんじゃないかなって、いやいや本当にもう京野さんの影響を受けた方って本当に今のロックシーン、ほとんどのラウド系の人がそうなんじゃないかなって思うぐらい影響力ある方だと思いますんで、本当にすごいアルバムができたなって感じで、ああ、ありがとうございます、本当にあの楽しく聴かせてもらってます、ね、去年そのアルバム夜明けっていうアルバム出したんだけど、うん、まあ、それを出すと当然ライブを
やりたくなり、ライブやると今度そのライブの DVD 撮りたくなり、はいはいはい、でそのライブの DVD に関しては、はい、まあ、ギターは宮君だった、はいはいはい、まあ、ベースはヒロミツさん、これドラムダッチダッチさんというメンツでやってるんですけど、はいはいはい、その DVD も、はい、今年9月に、はいはい、あのリリースされて、はい、その DVD にね、うん、2曲その新曲を入れたんですよ、はいはいはい、CD その CD に2曲入ってる新曲もライブでやるようになってきたんで、はい、来年ちょっとこう基本的にはワンマンツアー、もしかしたらどっかゲスト入れるかもしれないけど、そういうのをやろうと思って、はいはい、それが今度1月1月からの、はい、その新曲の2曲のうちの1曲、はい、タイトルが、はい、セーリングザナイトっていう曲があって、まあ、それを一応ツアータイトルの名前にしてて、はいはい、なんでそのタイミングでライブツアーをやるか、また来年アルバムを出そうと思って、はい、おお、そうなんですね。今新曲も作ってるんで、はい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 、そのツアーやりつつ、はい、の合間合間でアルバムの新曲を進めつつレコーディングもできれば夏前ぐらいに出せたらいいなと思って、あ、それちょっと楽しみですね。そう、はいはいはい、それのなんかつなぎ、うん、こうつながる、うん、ツアーにしたいので、次のアルバムの中に入るまた別の新曲も、はいはいはい、ライブでできたらいいなと。あ、いいですね、それすみちゃしゃ、うん、ラッキーな情報。浜田さんの本当ソロの曲めちゃくちゃかっこいいんで、 PV 上がってますんで、うん、ちょっとあのまだ見てないなって方はあの、うん、見ていただければなって思います。次のアルバムとかも本当にだから、うん、浜田さん今思う、まあ、ルーツもそうですけど、うん、今の時代含めて、はい、挑戦でいうことはどんどん詰め込みたいなっていう、その創作意欲が今本当かなりのところにピークの方まで、そうだね、思いつく限りは作って入れ続けたいな、はい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 、うん、この話を聞いた上で本当にその次出る CD めちゃくちゃ本当に楽しみに、そうっすね、はい、したいですね。本当にまたライブをやったことによって、うん、次の音源に絶対そのそうですねライブ感、うん、またこう繋がっていくと思うんで、まあ本当あのファーストで結構あの名刺じゃないけど、うん、聞いてもらうきっかけを一個作れたので、うんうんうん、作ったものもあるんで、はいはい、それをよりこう、はい、次はそこから進めたものでライブと来年ぜひチェックしてもらえたら、ライブとリリースが間に合えばね、はい、もしかしたらあれも一曲ぐらい叩くかもしれない。マジですか、マジですか、またなんか大丈夫ですか、本当に。いやもしそんな日が来たら本当に最高ですけど、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで今回は、京野さんをゲストにお招きして、京野さんのルーツからですね、今京野ソロ始まりますけども、ツアー始まりますけど、その話までですね、いろいろと京野さんについて迫るって形で今回はインタビューさせていただきました。はい、お忙しい中ありがとうございます。いやこちらこそありがとうございます、楽しかった。これからも京野さんのご同行ご注目ください。ぜひ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。